ねえ。曲を作ってる。そう。好き？好きとか嫌いとか、そういうのよくわからない。でも、ミク、その歌。うん。どうしてミクがその歌を知ってるの？最初から知ってた。最初から知ってた。じゃあ、ねえ。ありがとう、ミク。これで、また一人で私を探せる。そう。それ、私が作った曲。私の曲じゃないみたいに聞こえたから。え？私の曲は、他の人たちから重苦しいって言われるのに、ミクが歌うと、全然違って聞こえて、寂しそうだけど、でも、救われたいって思ってるような、そんな曲に聞こえた。うん。
私が歌に込めた。うん。そうなんだ。じゃあミクが歌ったらあの曲も。ねえミク、あの曲を歌ってみてくれない？ミクがこの前歌ってた。わかった。昔聴いた時は温かい曲だった。でも今はもうわからない。じゃあ、特別？でもその曲は足りなかった。うん、なんでもない。ん？あ。疲れたの。じゃあ、もう曲は作らない。何もしたくない。うん、曲何もないの。おうんとして曲を作っても、私は私を見つけられない。どんなに探しても、本当の自分が見つからなくて。だから、もう何も。ん？やめて。え？その曲は、私には足りないの。私は救われなかった。ううん。曲だけじゃない。私を探すには、どれも足りなくて。じゃあ。目を。小さい頃、よくそうやっていろんなことを考えてた気がする。ん？うん。どうしたらお母さんとお父さんに喜んでもらえるのか、何をしたら友達と仲良くできるのか。でもそんなことを考えてるうちに、自分の本当にやりたいことも好きなこともわからなくなった。それから何回も探そうとしたけど、全部無駄だった。何をしても結局わからないまま、私は私を探せない。うん。それ。
ねえ。ミク、今いい？うん。うん。今日は曲を渡したくて。そう。ミクに。え？ありがとう。どうしたの？くっ。寂しさが消えた。今まで作った曲はそんなこと言われたことなかったけど、じゃあ、今の私の、そうなのかな、よくわからない。そういえば、オンはしばらく休むことにしたんだ。奏が私を救う曲を作ってくれるって言ったから、しばらくは奏のそばで曲を作ろうと思ってる。だからオウンとして作った曲はとりあえずミクに渡した曲で最後にする。そう。じゃあ私はそろそろ戻るから。お、いたいた、真冬発見したよ。ちょっと瑞希、一人で先に行かないでよね。ごめんごめん。疲れた。瑞希って足早いんだね。うん、実はね。本気出したらもっと早いよ。急に騒がしくなったと思ったら。ふっ。やっほー、ミク。元気？うん。本当は今日は来るつもりなかったんだけどね。真冬が時間になってもナイトコードに来なかったから、瑞希が探しに行こうって言い出して。へえ、エナだってまさかまたいなくなったんじゃってすっごく心配してたじゃん。確かに言ったけど、別にそこまで心配してなかったってば。とにかくすぐに真冬が見つかってよかった。真冬が？いいな、僕も聞きたい。うん。ミクと一緒に？へえ、いいね、楽しそう。みんなって、私も？私は別にそういう気分じゃ。そんなこと言わないでさ、エナも歌おうよ。ちょっと、いきなり手引っ張らないでよね。真冬も、ほら。私も？もちろん。っていうか、私が歌って作った本人が歌わないのっておかしいでしょ？そんなことないと思うけど。いいからいいから、
せっかくだし真冬も歌おうよ。みんなで歌うのなんてあの日以来だね。楽しくていいよね。ね、ミク。